こんにちはウェブライターの佐藤誠一ですこの動画では副業ウェブライターがたった3ヶ月で月収5万円を稼ぐ手順を解説します僕は副業ウェブライターを始めた時の初月の月収が20万円だったのでそのノウハウを具体的に解説します あなたは今、こんなことに悩んでいませんか給料だけじゃ生活が苦しい。自由に使えるお金が月5万円くらい欲しい。貯金したい。隙間時間を使って在宅で稼ぎたい。ウェブライターに興味があるんだけど、自分にも稼げるのかなどうすればウェブライターで月5万円稼げるの稼げる手に職。スキルを身につけたい。実は僕もウェブライターを始める前は同じように悩んでいました。ウェブライターで稼ぐにはある程度の 法則性がありますこの法則を知らずに Web ライターを始めてしまうといつまで経っても稼ぐことができません仕事をもらえない安い仕事しかもらえない労力と報酬が見合わないという結果になってしまいます特に最初の始め方を間違えると他のウェブライターさんに置いていかれてしまいます繰り返しですがこの動画では僕が副業 Web ライターで初月から20万円を稼げたノウハウを解説しますつまりこれは ウェブライターで稼げる法則なので、あなたも法則に沿ってウェブライターを始めれば、スムーズにお金を稼ぐことができますよ。ウェブライターのスタートダッシュで失敗したくない。最初から稼ぎたい。という人は最後まで見てみてください。最初は月収5万円くらいでも、月10万円、20万円と収入が上がっていく手順を解説します。この YouTube チャンネルでは、ウェブライターの仕事内容、ウェブライターの始め方、ウェブライターで稼ぐコツなどを解説しています。興味を持っていただけた場合は、 ボタンコメントチャンネル登録をしてくれると嬉しいですまた僕はウェブライターの学校というブログを運営していますウェブライターの収入シミュレーション ウェブライターのきついところ、ウェブライターの魅力やメリット、ウェブライターに向いている人の特徴、失敗せず最初から稼げるウェブライターの始め方などを全て無料で事細かく解説しています。このブログの内容を実践するだけでも稼げるようになるので、本気で稼ぎたい人は読んでみてください。このブログの URL はこの動画の概要欄に貼っておきますね。それでは早速、副業ウェブライターがたった3ヶ月で月収5万円を稼ぐ7ステップを解説していきます。 まず、基礎情報として、ウェブライターの仕事内容を簡単に解説します。ウェブライターとは、ウェブサイトの記事を書く仕事です。一口にウェブライターと言っても、こんなに種類があります。あなたが得意そうなジャンルのウェブライターを目指せば OK です。ウェブライターの経験はなくても、そのジャンルの知識があるなら、いきなり高単価のお仕事をスタートできて稼げることもあります。例えば、ウェブライターは未経験だけど、営業をやったことがある人なら、営業系の記事執筆 別の案件を探してみましょう営業の経験や知識を買われてウェブライターで稼げることは普通にありますこの辺のウェブライターの種類については僕のブログウェブライターの学校の中の記事ウェブライターは19種類くらいある一覧で紹介にまとめています記事の url は概要欄に貼っておくので興味がある人は読んでみてください 文章を書くのが苦手なんだけど、ウェブライターになれるのという人も安心してください。文章力がなくても未経験からウェブライターは始められます。なぜなら、ウェブライターに求められる文章は、ある程度の型があるからです。例えば、結論、理由、具体例、結論の順で書く。一つの文章は一つの意味にする。 漢字を使いすぎないなどある程度の型に沿って書けばすぐプロっぽい文章を書けます自分でブログを書いたり勉強をすれば1ヶ月くらいで基礎的な文章力は身につきますよお仕事によってはマニュアルもあるのでそれに沿って書けば大丈夫です記事の構成とかもできている案件が多く隙間を埋めて清書していくようなイメージですね誤字脱字をしない間違った情報を書かない他のサイトをパクらない など基礎的なルールを守れば割と誰でもできてしまう仕事なので安心してくださいウェブライティングの方は SEO ライティングのコツ14選 SEO に強い記事やコンテンツの書き方にまとめたので興味あれば読んでみてくださいウェブライターってどれぐらい稼げるの って疑問ですよねこちらは僕がこれまでいろいろな Web ライターさんから聞いた収入をまとめたものですコツコツと続けていくと徐々に収入が上がっていくイメージですねこちらは収入と労働時間を表 Web ラ,ライターはスキルアップするほど単価が上がったり書くスピードが速くなるので労働時間がどんどん減っていきます僕も1日3時間の半月稼働で月収30万円とかを稼いでました時給にすると6600円くらいですね継続する するほど、短い時間でたくさん稼げるお仕事です。web ライターの詳細な収入相場や収入シミュレーションはウェブライターの収入相場にまとめたので、興味ある人は見てみてください。 ウェブライターの報酬タイプは大体この4つです。文字単価、1文字何円で計算。記事単価、1記事何円で計算。時給単価、1時間何円で計算。月単価、1ヶ月何万円で計算。正直、初心者さんは文字単価が多いです。初心者さんのうちは、1文字0.5円から1円が多いですね。最初から1文字1円くらいのお仕事をもらうにはどうすればいいの という人はこのまま動画を見てみてくださいこの後未経験者さんでも最初から1文字1円くらいの案件をもらう方法を解説しますウェブライターが月収5万円を稼ぐシミュレーションはこんな感じです1文字1円1円 ×5000 文字 ×10 記事で5万円 ちなみに1記事5000文字は割と一般的な文字数です。初心者さんが1時間にかける文字数の相場は900文字くらいなので5000文字の記事を書くのは6時間くらいかかります。そうすると5000文字を10記事書くには月に60時間くらい必要なのでシンプルに30日で割ると1日2時間くらい働けば OK です。1日2時間くらいならなんとか捻出できるんじゃないでしょうか。 平日が忙しいなら土日に多くの時間を割いても良いでしょう。5万円を稼ぐのに60時間なので時給換算すると830円くらいです。時給830円か。そんなに高くないな。 と思うかもしれませんが最初は単価が低くても実績を積み上げていくとだんだん収入が上がっていきます1文字3円なら3円 ×5000 文字イコール1万5000円月に10記事書けば15万円1文字5円なら5円 ×5000 文字イコール2万5000円 月に10記事書けば25万円と収入が上がっていきます。しかも慣れてくるほど執筆スピードは上がるので5000文字なら3時間くらいで書けるようになりますよ。例えば1文字3円、3円 ×5000 文字イコール1万5000円。 これを3時間で書くなら時給にすると5000円です月の労働時間も30時間くらいでいいので1日1時間労働で月収15万円とかを稼げてしまいます1文字5円なら1日1日時間労働で月収25万円くらい稼げますここまで来ると一般的なアルバイトやパートよりははるかに高時給ですよねしかも在宅で稼げるので時間の使い方も自由です ウェブライターに興味はあるんだけど辛いいいとところも知ってから始めたいなというのが本音ですよね8年経験者の僕が感じたウェブライターの辛いとこころはこの9つです最初はなかなか仕事をもらえない最初はあまり稼げない収入が安定しないことがあるクラウドソーシングの手数料プラス税金がきつい。 最初は記事を書くのに時間がかかる何度もダメ出しされて挫折しそうになる勉強しながら書くのが大変どうしても書く日が起きない時があるひどい詐欺案件がある。 辛いところの詳細は Web ライターの辛いところ90008年経験者が本音を暴露で一つずつ詳しく解説しているので不安であれば Web ライターを始める前に見ておくのをお勧めしますウェブライターの仕事が辛くなくなる方法も合わせて解説しているので知っておくと挫折しにくいですよどんな仕事でも辛いところはあるものですがこの動画を見ておけば乗り越えられるでしょうこの動画の URL は概要欄に貼っておきますね ウェブライターの魅力やメリットも知っておきたいなと思いますよね先ほど紹介したように辛いところがあるウェブライターですが僕が8年も続けている理由はただ一つ辛いところより 魅力やメリットの方が大きいからです8年経験者の僕が感じている Web ライターの魅力やメリットはこの9つです未経験でも簡単に始められる側近性が高い在宅でお金を稼げる隙間時間で稼げるスキルアップすると短時間で稼げる手に職がつくお客様に喜んでもらえると嬉しい自分が書いた記事が世の中の役に立つ人生の自由度が上がる Web ライターの魅力やメリットの詳細も先ほど紹介した動画 Web ライターの辛いところ9000 経験者が本音を暴露で一つずつ詳しく解説しています多分これ見ちゃうと web ライターを始めたくなっちゃうと思うので背中を押されたい人は見てみてください でもそもそも私はウェブライターに向いてるのかなぁと不安になる人もいると思いますウェブライターを8年続けていてなおかつ未経験者さんに教えたこともある僕が思うウェブライターに向いてない人の特徴はこちらの14個です10個以上に当てはまりなおかつ改善できない人はちょっとウェブライターに向いてないかもしれません時間がない人集中力がない人向上心がない人継続力がない人努力が嫌いな人逆算できない人約束を守れない人自己主張が 強い人考えるのが苦手な人コツコツ進めるのが苦手な人細かいことを考えるのが嫌いな人パソコン操作が全くできない人興味がないことにやる気が起きない人今すぐたくさん稼がないといけない人反対に Web ライターに向いてる人の特徴はこちらです。10個以上に当てははまる人は 神戸ブライターに向いてます。文章を書くのが好きな人、読書が好きな人、論理的思考ができる人、物事の根拠や理由が気になる人、体力がある人、自己管理できる人、メンタルが強い人、プライドが高くない人、リサーチが好きな人、勉強を継続できる人、素直な人、探求心がある人、試行錯誤できる人、孤独に耐えられる人、黙々と作業できる人、細かいことが気になる人、インドアが好きな人、諦めの悪い人、 交渉力がある人、責任感がある人、営業の経験がある人、難しいことを簡単に解説できる人、コミュニケーション能力が高い人、人の役に立ちたい人、世の中の役に立ちたい人、向いてる人、向いてない人の特徴は、Web ライターに向いてない人の特徴14選、向いてる人の特徴も解説という動画で詳しく解説しているので、適正診断しておきたい人は見ておくと良いかもしれません。動画の URL は概要欄に貼っておきますね。 それではいよいよ副業ウェブライターがたった3ヶ月で月収5万円稼ぐ7ステップを解説していきますウェブライターのスタートダッシュに失敗したくない最初から稼ぎたいという人はここから解説する手順に沿って行動してみてください最初は月収5万円でも10万円20万円と収入が増えていく7ステップになっています まず、最初の3ヶ月の大まかなスケジュールを解説します。1ヶ月目ブログを立ち上げる基礎学習するブログを数記事書く2ヶ月目ポートフォリオ作成 Twitter アカウント作成案件募集3ヶ月目お仕事を始める。この流れに沿ってワンステップずつ解説していきますね。 最初にやることはあなたのブログを作ることです先ほど未経験者さんでも最初から1文字1円くらいの案件を獲得する方法があるとお伝えしましたが最大のコツがこの最初にブログを作るですえ まず勉強じゃないのと思うかもしれませんが最初にブログを作るるのは理由があるんです記事を書く練習ができるからどんな記事を書く人が伝わって仕事をもらいやすいからブログを操作できる方が高単価のお仕事をもらえるからウェブライターを途中で挫折しにくいから本気度が伝わってお仕事をもらいやすいからまずはウェブライティングの基礎練習をした方がいいわけですがどうせならブログに記事を書いて練習するのがおすすめです。ブログををお客様に見せればどんな記事を書く人か 伝わってお仕事をもらいやすいからです実は僕ウェブライターさんにお仕事を発注する側もやったことがあるんですがブログがないとどんな記事を書く人がわからないので怖くて発注できないんですよね数記事でいいのでブログに記事を書いて企業さんに見せると安心してお仕事を発注してくれますなのでブログがあった方が早く稼げますまたお客様の多くは未経験者より経験者に仕事を頼みたいと思っているためウェブライティング未経 経験者の状態をいかに早く脱するかが早く稼ぐ最大のコツです。 手っ取り早く経験者になるためには、ブログに記事を書けば OK です。ブログも立派な Web ライティングですからね。サクッとブログ記事を書いてお客様に見せられるようにしておきましょう。ブログに何記事か入っていれば、Web ライティングの実績がある経験者とみなしてくれて、早くお仕事をもらえますよ。経験者扱いされるので、最初から1文字1円くらいのお仕事を獲得しやすいというわけです。2020年以降、 コロナでウェブライターを始める人が増えました。 未経験者さんの競争率が上がっているのでブログを書いて一刻も早く経験者になってくださいまた多くのウェブライター経験者もブログを持っているのでさすがにあなたもブログを作っておきましょうそれにブログの操作方法を知っているとそれだけで単価が上がったりするので稼ぎやすいですワードとかで書く練習をしてもブログの操作方法はわからないのでどうせ書くならブログに記事を書いた方が早く稼げます先ほどもお した通りブログがあると最初から1文字1円くらいの案件をもらいやすいので1円る5 0 0 0文字かる1 0記事イコール =5 万円という感じで月収5万円を達成しやすいです実際僕もブログから始めましたブログを見せびらかしたら普通にお仕事をもらいましたよ早く月5万円を稼ぎたいいずれ10万円20万円を稼いでみたいという人はブログから始めましょうこの辺は僕のブログ Web ライターの学校の中の記事 個人ブログを始める Web ライター初心者におすすめのスタートを読んでみてください。最初にブログを始めるメリットがさらに深くわかります。でも、ブログなんてやったことない。という人は、同じく僕のブログ Web ライターの学校の中の記事、簡単ワードプレスブログの始め方、初心者向けに超わかりやすく解説に沿って操作を進めていけば、今日ブログを解説できますよ。 どこに何を入力してどのボタンを押すかなど全工程をこと細かく解説しているので初めての人でも簡単にブログを作れます記事の URL は概要欄に貼っておきますね どんなジャンルのブログを始めればいいのと悩む人はこの3つのどれかで始めれば OK です。あなたの得意分野。Web ライターの高単価ジャンル。ジャンルなしの雑記ブログ。あなたの得意分野がいい理由はシンプルに記事を書きやすいからです。まずは Web ライティングに慣れる意味でもあなたの得意分野から書き始めても OK ですよ。 書くことに慣れてきたらウェブライター案件を獲得するための記事を書けば OK ですまた最初からウェブライターの高単価ジャンルの記事を書いておくと早く稼げますブログ記事を見せびらかすと高単価案件をもらいやすいからですウェブライターの高単価案件はこの辺りですね転職、金融、投資、美容、法律、不動産、プログラミングなどもし書けそうなジャンルがあれば最初からこのジャンルの記事を書くのがおすすめですこうしたジャンルに詳しく な,ない人でも勉強して書いてみるという手もありますどんなジャンルのブログにすればいいか決められない高単価ジャンルにも詳しくないという人はジャンルなしの雑記ブログから始めれば ok です一つのブログで複数のジャンルをかけるし後からゆっくりジャンルを決めることもできるからです僕もジャンルに迷ったのでとりあえずジャンルなしの雑記ブログから始めましたなので。 迷ったらジャンルなしの雑記ブログで OK です。この辺の詳細も簡単ワードプレスブログの始め方、初心者向けに超わかりやすく解説にまとめたので参考にしてみてください。記事の URL は概要欄に貼っておきます。 ブログを作ったら、ウェブライティングの基礎を勉強していきましょう。これは、5日から1週間もあれば十分です。もちろん、細かいノウハウはたくさんあるんですが、それはお仕事をしながらでも学べます。最低限知っておきたい基礎知識の勉強は、5日から1週間もあれば十分。 という意味です。勉強方法はこちらの7つです。本で勉強する、スクールで勉強する、教材で勉強する、サイトで勉強する、YouTube で勉強する、SNS で勉強する、オンラインサロンに入ってみる。無料で勉強できる方法もあるので、あなたの予算に合わせて勉強方法を選べば OK です。どの方法でも基礎は学べます。各勉強方法の詳細は、Web ライターの基礎を勉強するにまとめたので参考にしてみてください。 基礎を勉強したら早速ブログに記事を書いてみましょう。1から5記事あれば十分です。これは20日くらいかけても OK ですよ。 ブログ記事を書くときはモデルとなるブログを見つけておくのがコツです何でもそうですが真似から入った方が成長が早いからですこんな記事を書きたいなと思えるブログをネット上で探してモデルにしてみましょうどんなブログをモデルにすればいいかわからないという人は手前味噌ですが僕のブログ Web ライターの学校をモデルにしてもらっても OK ですまた記事を書くときのコツはこんな感じです 詳しいノウハウは SEO ライティングのコツ14選 SEO に強い記事やコンテンツの書き方にまとめたので参考にしてみてくださいブログを数記事書いたら次はポートフォリオを作りましょうポートフォリオとは履歴書みたいなものですウェブライター案件を獲得する営業資料なので必ず作成しておきましょうちなみにあなたのブログはそのままポートフォリオに使えますどんな記事を書く人か伝わって 一気に受注率が上がるのでポートフォリオにブログの URL を貼ってください先ほどもお伝えしましたが僕はウェブライターさんにお仕事を発注する側もやったことがありますこういうポートフォリオなら採用するという方がこちらです ポートフォリオの型の詳細は、ポートフォリオを作成する Web ライターの営業の武器、作り方を解説にまとめたので読んでみてください。ポートフォリオの例文も掲載しているので、アレンジして使ってもらって OK です。ポートフォリオの作成は数時間から1日で終わります。 ツイッターアカウントを作っていない人は作成しておきましょうなぜならお仕事の依頼はツイッターから入ってくることが多いからです企業の担当者さんは結構ツイッターでウェブライターを探してますその時ツイッター上にあなたがいなければ 発見してもらえることはありません事実、僕も新規の依頼は Twitter 経由が一番多いです。もう Twitter アカウントを持ってるよという人も Web ライター用のアカウントに変更しておきましょう。コツはこのあたりです。アカウント名に Web ライターと入れる。 プロフィールに得意分野、ブログ URL を掲載する、お仕事の依頼を受けていることを明記する、ウェブライティングで学んだノウハウをツイートする、場合によっては新規でツイッターアカウントを作っても良いでしょう。僕のツイッターアカウントも概要欄に貼っておくので参考になれば嬉しいです。ツイッターは重要な集客経路なので、必ずアカウントを開設しましょう。ツイッターアカウントは数時間もあれば完成します。 いよいよお仕事を募集していきます。お仕事を受注する経路はこの9つです。クラウドソーシング、知り合いの紹介、ググって案件を探す、twitter で案件を探す、YouTube で案件を探す、ウェブライターを募集している企業に直接連絡する、保険屋さんに企業を紹介してもらう、税理士さんに企業を紹介してもらう、企業に直接営業する。あなたのできそうなものをいくつかやってみましょう。ちなみに、クラウドソーシングとは、ウェブライターさんにお仕事を紹介してくれるサービスのことです。ウェブライター向け ののクラウドソーシングの一覧はこちらです詳細は Web ライター向けのクラウドソーシングサイトで案件募集「登録してみよう」にまとめているのでいくつか登録してみましょうまたそれ以外の案件獲得方法のコツは Web ライター案件を募集する初心者さんの仕事の取り方にまとめたので実践してみてくださいおお仕事ををもららったらお客様と契約しして執筆を始めましょう一般的なお仕事の流れはこんな感じですお客様から指示書マニュアルが来る わからないことはリサーチする。指示書、マニュアルに沿って執筆。記事を納品する。修正依頼に対応する。特に注意してほしいのが著作権侵害です。他のサイトを参考にするのはいいんですが、パクるのはいけません。もし著作権を侵害してしまうと、お客様に迷惑がかかってしまいます。この辺の詳細は、ウェブライターの仕事を始める記事の書き方などを解説にまとめています。 はいということでたった3ヶ月で副業ウェブライターが月収5万円を稼ぐ手順を解説してきましたなんとなくわかったけど本当にできるか不安と思うかもしれませんが大丈夫です僕も初月はかなり不安でした でも勇気を持って一歩を踏み出したら無事に稼ぐことができたんです僕が始めた8年前は Web ライターで稼ぐノウハウはほとんど情報がありませんでした今は無料でノウハウを学べる時代なのであなたは僕より早く稼げますこの動画で解説したステップの通りに進めていけば月収5万円はあっという間なので早速今日から実践してみてください最初は月5万円だった収入が10万20万30万と増えていきます 最後にもう一度副業ウェブライターがたった3ヶ月で月収5万円を稼ぐ7ステップをまとめておきます。 ブログを立ち上げるウェブライターの基礎を勉強するブログに記事を書いてみるポートフォリオを作成する Twitter アカウントを作成する案件を募集するお仕事を始めるまずはあなたのブログから始めていきましょうこの YouTube チャンネルではウェブライターの仕事内容ウェブライターの始め方ウェブライターで稼ぐコツなどを解説しています興味を持っていただけた場合はグッドボタン、コメント、チャンネル登録をしてくれると嬉しいですまた動画内でも何回か出てきましたが今日お伝えしたノウハウの全ては僕のブログ ウェブライターの学校でこと細かく解説しています動画内で紹介しきれなかった細かいノウハウも全て無料で学べますこのブログの内容を実践するだけでも稼げるようになるので本気で稼ぎたい人は読んでみてくださいこのブログの URL はこの動画の概要欄に貼っておきますねまた Twitter と Instagram もやってますウェブライターで稼ぐコツなどを発信しているのでよかったらフォローしてくれると嬉しいです Twitter と Instagram のリンクも概要欄に貼っておきますね ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。あなたが副業ウェブライターで月収5万円を稼ぎ、そして10万、20万、30万と収入アップしていく未来を祈っています。バイバイ。